クマ、カエル、豚のペットボトルカバーを何点か作ってみました。ピクニックや毎日のお弁当と一緒に持っていたら可愛いと思います。ゴムなので濡れても大丈夫なので、海やプール、スポーツジムやスパにも持っていかれます。帽子はなくさないようにクリップで留めてあります。ボタンを外せば脱ぎ着ができます。カエルはバケツ。ボタンはおたまじゃくし。豚はリンゴのボタン。女の子のクマさんはフリルの帽子にお花のボタンにしました。330-350ml 用のカバーの網目の数とゴムの本数です。底の部分から編んでいきます。はじめに輪に10目編んで、その次の段で各目に2本ずつ編んで20目にします。その次の段で1目に2目、次は1目、2目、1目と編んで30目にします。1目にゴム2本ずつ使うので、底の部分に必要なゴムは121本です。底の部分を編んだら続けて胴体を編んでいきます。1段30目で体に9段、1段にゴム60本必要ですので540本。頭の部分は30目で3段。減らし目をして3段。合計ゴム340本使います。後からつけるパーツに必要なゴムは、耳左右に頭と同じ色のゴム22本。これには裏側に結ぶゴムも含めています。ベージュを20本。鼻の頭は黒いゴム3本。鼻の周りはベージュ19本。と、裏側に結ぶために頭と同じ色のゴムを1本。目はボタン2個に黒いゴムを2本。ボタン用の鉢は黒5本、黄色2本、クリアを1本に。このベースボールキャップは133本。この紐になる体と同じ色のゴムを4本、クリップを1個。フリルの帽子には209本。頭と同じ色のゴムを4本とクリップを1個。ここではこのクマのカバーの作り方を説明しますが、帽子はベースボールキャップとフリルの帽子の両方の作り方を説明します。500ml 用のカバーは初めに8目で編んで、1
つの目にそれぞれ二目ずつ入れて16目にして、その次の段で二目、一目、二目と入れて24目にして、次の段は二目、一目、一目、二目、一目、一目という風に入れて32目にします。底の部分に必要なゴムは161本。胴体も32目で合計17段。体に使うゴムは896本。頭は6段で364本。500ml 用のボトルカバーを作るには、この図を参考にして作ってください。まず、ゴム1本をかぎ針に二重にかけて、そこにゴム1本を通して、また1本を通します。これが一目になります。またこの始めの輪にかぎ針を通して、1本通して、このかぎ針にかかっている4本を1本で全部引き抜いて、これが2目目です。また、この輪にかぎ針を通して、1本通して、1本で全部取ります。輪にかぎ針を通して、1本通して、この4本を全部引き抜きます。これを繰り返して、10目編んでください。これで10目編みました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。この最初の目の頭にかぎ針をこのように刺して、ゴム1本を通します。もう一本を通して、これが一目目になります。今度は20目に増やすので、各目に二目ずつ入れていきます。これが一目。この目の入っている、ここにかぎ針を入れて、これで2目。隣の目にかぎ針を入れて、3目。もう一度この穴にかぎ針を通して、4目、この隣の目に入れて、ここにまた2目編みます。このように各目に二目ずつ入れて20目編んでください。これで20目編みました。この最初の目、この頭に
またかぎ針を入れて1本通して、これで一目になります。今度は30目にするので、一目に2目、次は1目、次の目に2目というふうに交互に入れていきます。ここの今ゴムが入っているところにもう一度一目編みます。次のこの目には一目だけ編みます。次の目には2目編みます。一目、もう一度2目、隣の目に1目編みます。隣の目に2目編みます。1目、もう一度次の目は1目だけ編みます。次の目に2目編みます。1目、もう一度このように一目二目、一目二目、一目二目というふうに交互に編んで、ここまで編んでください。これで30目編みました。これがこの底の部分になります。今度は胴体の部分を編んでいきますので、一段同じ青で編みます。はじめの目の頭にかぎ針を刺して、ゴム一本を通して、もう一本通して、これが一目です。今度は目を増やさないので、このまま各目に一目ずつ入れていきます。ここは目が入っているので、この目にかぎ針を入れて、隣の目にかぎ針を入れて、一本通して、一本で取ります。隣の目にこのようにずっとここまで
編んでください。これでまた30目編みました。今度は緑色で1段編みます。最初の目の頭にかぎ針を通して1本通してまた1本通します。この目にまた一目編みます。このように続けて30目ここまで編んでください。緑色で30目編みました。次は黄色、黄緑、3色で一目ずつ編んでいきます。まず、黄色で一目目の頭にかぎ針を入れて一本通してもう一本。次は緑で次の目に一本。次の目に黄緑で一目編みます。次の目に黄色のゴムで一目、次は緑で1目、次は黄緑で1目、このように交互に3色ずっとここまで編んでください。次の段ではハートの赤いゴムを入れていきますので、ここまでが15目、15目までこの1段目下の段と同じ色のゴムを入れて編んでいきます。ここは黄色なので黄色で一目、次は緑で次は黄緑、このように下の段と同じ色のゴムを入れて編んでいきます。この黄緑色の15目まで編んでください。ここが1目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。15目編みました。
次は赤いゴムで一目編みます。次は緑、黄緑、このようにまた下の段と同じ色のゴムでここまで編んでください。次の段では14目まで編んで、15目目で赤いゴム、16目も赤いゴム、17目も赤いゴムで編みます。14目編みました。次は赤いゴムを3目編みます。1、2、3目。この後は下の段と同じ色でここまで編んでください。次の段は13目編んで、その後5目赤いゴムを入れます。このようにまたここまで13目まで編んでください。13目編みました。ここで赤いゴムに変えて5目編みます。1、2、3、4、5目。今度は黄色にゴムに変えて。このようにまた下の段と同じ色でここまで編んでください。次の段では12目まで編んで、13目目で赤を1本、2本目を黄色、次は赤で1目というふうに編みますが、まずここまで12目まで編んでください。ここまで編んでください。12目編みました。次はここで赤を1本入れて、黄色で引き抜きます。次は
赤で普通に一目編みます。次は赤を一本入れて黄緑を一本通します。次は黄色で普通に一目編みます。次は赤を一本入れて緑で引き抜きます。次は赤で一目普通に編みます。次は赤を一本入れて黄色で引き抜きます。次は緑で普通に編みます。この後続けて下の段と同じ色でここまで編んでください。次の段はもう赤いゴムを入れないので1段下の色と同じゴムで編んでください。このように続けてぐるりとここまで編んでください。これでこの6段分が編めました。次は白いゴムで1段編みます。1目、2目、このようにまたぐるりと30目ここまで編んでください。白で1段編みました。次からは頭の部分になるのでゴムを水色に変えて普通に3段、その後減らし目をして3段編んでいきます。1目、このように30目で3段編んでください。30目で3段編みました。今度は減らし目をしていきます。このかぎ針を引き抜いて反対側から刺し直します。ゴムを1本通して ここの目に針を入れて
通します。ここに印をつけておいてください。ここから普通に編んでいきます。このようにずっと編んで、ここまで編んでください。ここまで編んだら、またこのかぎ針を刺し直します。1本通して、ここにかぎ針を通して、ここにまた印をつけておいてください。この後は普通に編んでいきます。このようにぐるりとここまで編んでください。最初につけたこの印のところに鍵針を刺し、このように刺して、またこの鍵針を抜いて刺し直して、一本通して、ここの目にかぎ針を刺して、このように。また編んでいきます。ぐるりとここまで編んでください。ここが最初に印をつけたところの目です。ここにかぎ針をこのように刺して、一本通して、最後はゴム2本で留めます。これで本体が編み上がりました。次に各パーツを作っていきますが、まず目は普通のボタンの真ん中を油性のマジックで塗って使います。お手持ちのボタンを使っても構いません。鼻を作ります。
黒いゴム1本をかぎ針に40に巻きつけて、黒いゴム1本を20にして、通して、止めます。また、黒いゴム1本を通して、止めます。これが花の頭になります。花の周りはベージュのゴム1本をかぎ針に20にかけて、そこに1本通して、また1本通します。これが1目めです。また、はじめの輪にかぎ針を通して、ゴム1本通して、かぎ針にかかっているこの4本をゴム1本で取ります。これが2目めです。また、輪にかぎ針を刺して、ゴム1本通して、かかっている4本を1本で引き抜きます。これを繰り返して8目作ります。1,2,3,4,5,6,7,8 目。はじめの一目目の頭にかぎ針を刺して、一本をこの四本に通して、ここで結びます。反対側のこちらにかぎ針を刺して1本を結びます。これで花の完成です。耳を作ります。ベージュのゴム1本をかぎ針に30に巻きつけて、そこに1本通します。また1本を通します。またこの30の輪にかぎ針を通して、1本通して、このかぎ針にかかっている4本を1本で取ります。またこの30の輪にかぎ針を入れて、1本通して、4本かかっているのを1本で取ります。またこの30の輪にかぎ針を入れて、1本通して、1本で
取ります。もう一度30の輪にかぎ針を入れて、1本通して、これを水色のゴムで取ります。このかぎ針を一度取って刺し直して、水色のゴムを一本入れます。この目にかぎ針を刺して、一本通して、一本で4本を取ります。隣の目にまたかぎ針を刺して、1本通して4本を1本で取ります。またこの目にかぎ針を通して1本通して取ります。最後はこの輪の隣のこの目にかぎ針を刺して1本で留めます。こちら側の目に一本通して留めます。これで耳が片方できました。同じものをもう一つ作ってください。ここにつける8のボタンを作ります。まず、黄色のゴム1本をかぎ針に40に巻きつけます。黒いゴム1本を40に巻きつけます。交互に黄色いゴムをまた40に巻きつけて、黒いゴムを40に巻きつけます。黒いゴム2本取って、ここに通します。そしてこれを止めます。かぎ針をこの黒いゴム2本に通して、黒いゴム1本を通して止めます。ここをハサミで切って
結び目を作ります。ここの先をハサミで切ります。この真ん中にかぎ針を刺してクリアのゴム1本を通します。これで出来上がりです。帽子を作ります。男の子用にベースボールキャップの作り方を説明します。ゴム1本をかぎ針に三重に巻いて、ゴム1本を通してこのようにかけます。これで一目です。また三重の輪にかぎ針を刺して、一本通して、このゴムでこの二本を引き抜きます。三重の輪にかぎ針を刺して、一本通して、このように八目作ります。1,2,3,4,5,6,7,8 そうしたらこの初めの目の頭にかぎ針を刺してゴム1本を通して留めます。この各目の頭に2本ずつ目を入れていきます。これで2目。ここに2目入れます。1 2隣の目に1もう一度同じ目に針を通して各目に2目ずつ入れて16目にしてください。これで16目編みました。1,2,3,4,5,6,7,8,9
9、10、11、12、13、14、15、これで16目です。はじめの頭にかぎ針を通して1本通してかけます。今度はこのまま16目で編むので、各目に1目ずつ編んでください。このように編んでいきます。これでまた16目編みました。最初の頭にかぎ針を通して1本通してかけます。また同じように16目編んで、あと 4段編んでください。8目編んで16目に増やして編んで、16目編んでまた16目で4段編みました。そしたら今度はこの目にかぎ針を刺して1本通して、この3本を1本に取ります。これで1目。次の目にまた同じように1本通して2目。あと5目、合計7目編みます。3、4、5、6、斜め編んだらかぎ針を刺し直して、1目ここの目にかぎ針を入れて、2目今度は1本通したら、2本目でかぎ針にかかっているこの3本だけ取ります。かぎ針に残っている3本を1本で取ります。隣の目にも今と同じように1本通して、2本目でかかっているこの3本を取って、もう一度この3本を取ります。次の目は普通に1本入れてこの4本を取ります。次の目も1本通して4本を1本に取ります。ここにゴム1本通して、これで
留めます。この留めたゴムは適当なところに隠してください。これでベースボールキャップができました。フリルの帽子の作り方を説明します。まずゴムを二重にかぎ針にかけて一本また一本、これで一目です。またこの輪にかぎ針を通してゴムを一本通して、このかぎ針にかかっている四本を取ります。これで二目。3目、このように8目編んでください。8目編みました。そうしたら初めの目の 1目目の頭にかぎ針を刺して1本を通して、もう1本通します。今度は16目にするので各目に2目ずつ入れていきます。これが1目、2目、次にここの目にかぎ針を入れて1度同じ目にかぎ針を入れて、2目、またこの隣の目にかぎ針を入れて、1目編んで、1度同じ目にかぎ針を通して、2目、このように各目に2目ずつ編んで16目にしてください。16目編みました。そうしたら初めの目の頭にかぎ針を刺して1本通して、もう1本通します。これが1目。ここの目に1本通して2目、各目に1目ずつ編んで16目2段編んでください。最初が8目、その後16目、その後また16目で2段編みました。そうしたら、この最初の目の頭にかぎ針を通して、1本で取って、もう1本通します。この目が1目。各目に3目ずつ編んでいきます。ここにあと2目入れます。
次の目に3目編みます。1、もう一度、このように各目に3目ずつ編んでください。16目各目に3目ずつ入れて編みました。最後はこの初めの目の頭にかぎ針を通してゴム1本で留めます。これはどこか後ろに隠してください。これでフリルの帽子が出来上がりました。各パーツをつけていきます。まず鼻をつけます。ここが真ん中なので、ここにかぎ針を通して鼻をつけます。鼻の周りのこの真ん中の穴に、穴からこの鼻の頭を出します。左右につけたゴムを後ろに引っ張り出します。そうしたらこのゴムを少しずつ真ん中の方に寄せていきます。そしたらこの2本をかぎ針にとってゴム1本を通して留めます。この留めたゴムは適当なところに通してこのようにしてください。目にゴムを通します。普通の糸をゴムに通してボタンの裏から糸を通して引っ張ってゴムを半分ぐらいまで
出したら、表側からまた糸を通してゴムを引っ張り出して鍵針を使って止めます。ボトルにまず着せて、目のつける位置をだいたいここら辺につけたいので、かぎ針をこのように通して片方も同じようにつけてください。耳をつけます。つけたい位置を決めて、左右のゴムを裏に引き出します。先ほどの鼻をつけた時と同じように左右のゴムを少しずつ寄せて、ゴム一本を通してで止めます。もう片方の耳もこのようにつけてください。鉢のボタンと帽子をつけていきます。まずボタンは ここら辺にかぎ針を刺して止めます。帽子はだいたい
後ろの真ん中ら辺にかぎ針を通してこの頭と同じ色のゴム2本をまず留めて、また同じ色のゴムで留めてつなぎます。フリルの帽子でしたら、ここら辺に同じように2本、合計4本のゴムをつなげます。そしてクリップを1個つけて、だいたい辺にクリップをつけて、ボタンをかけて、帽子をかぶせて、これで完成です。